モハク系104微細鉄道デボ100系電車は微細鉄道が1922年に導入した木造両運転台の通勤系電車。1922年にデボ101から103が1925年にデボ104から108の k 8両が日本車両製造により申請された。1925年に微細鉄道は名古屋鉄道に吸収合併されたが 本形式は、車番、車種記号ともに変化はなかった。その後現、名古屋鉄道設立後にも100型と解消されている。戦後国鉄63系電車導入の見返りにも101から103の3両を、菊池電気鉄道、山陰中央鉄道2乗とし、名鉄に残存したも104から108の5両は1949年にも160。 1> 計1 6 1から165と解消、解板された。1952年に微細線の河川電圧が1500ボルトに昇圧されると本形式は河川電圧600ボルトの四線区へ転属し、最終的には全社異微線に集結した。廃車は1962年より開始され、最後まで残存したも163も1964年4月に、 廃車されて、形式消滅した。熊本電気鉄道も、波41系電車に関するカテゴリー、山陰中央鉄道で波6系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。